サラリーマンとは気楽なもんさと、クレイジーキャッツが歌っていたけど、そうでもないんだ。近頃めっきり年功序列も昔の産物、今ではすっかり顔色うかがい、世渡り上手がちやほやされてる。 No No No、 年下上司にペコペコしてたり、ダメ出しされたり、嫌味なおつぼね、ネチネチ言われて、へこみっぱなしさ、ここんとこのおいら。やりきれないこんな夜は、あの屋台に行こう。世間の風冷たすぎる、そう感じたなら頭に行こう。駆けつけいっぱい熱燗頼んで、つまみは牛すじ、これがまたうまくて、街の片隅ガード下の明かり、切符のいいおやっさんの屋台、五臓六腑に染みる味がして、なんだか心も体もほっとするのさ。あっという間に時が経ち、気がつけば親父になっていた。振り返らずに腐らずに、なんとかやってこれたよな、今日まで。思えば一人じゃできっこなかった、いろんな人の支えがあったな、噛みしめるように。寒空の下、今夜もおいらは熱燗飲んで、足元を見たら痩せた野良猫、いつの間にやらすり寄ってきては、上目遣いで一言泣いた。お前もいろいろそうだな、おいらに同情してくれているのか。一匹野良猫、今夜は付き合え、おいらのおごりだ、隣にいてくれ。孤独でさえないサラリーマンと野良猫の前と屋台で乾杯。
り場のないため息はあの屋台に置いてこう。寂しさに押しつぶされるそう感じたならあたりに行こう。駆けつけいっぱい熱燗頼んで、つまみは牛すじ、これがまたうまくて、街の片隅ガード下の明かり、切符のいいおやっさんの屋台、五臓六腑に染みる味がして、なんだか心も体もほっとするのさ。あっという間に時が経ち、気がつけば親父になっていた。振り返らずに腐らずに、なんとかやってこれたよな今日まで。一人じゃできっこなかった、いろんな人の支えがあったな。噛みしめるように寒空の下、今夜もおいらは熱燗飲んで